あ、どうも、こんばんは。Linux Foundation の福安と申します。ハイパーレッジャーミートアップ東京にご参加いただきましてありがとうございます。久しぶりですね、多分。何ヶ月かぶりのミートアップですけども、今から2時間ぜひお付き合いいただければなと思います。今回のハイパーレッジャーミートアップ、いつものハイパーレッジャーミートアップであるように見えて、実はそうでなくて、今回からは、これまで Linux Foundation、私だとか、今、一緒にこのミートアップを運営している、大竹というものがいるんですけども、その二人で、どんなセッションにすればいいかな、みたいなことを、いろいろ話しながら、あと、ハイパーレッジャーのメンバー企業さんに相談しながら、セッションを決めてきたんですけども、今回ですね、これからやっぱりミートアップっていうものをよりコミュニティドリブンにしていきたいという思いから、ハイパーレッジャーの、日本国内にいらっしゃる、エヴァンジェリストの方々に、参加していただいて、エヴァンジェリストの皆さんに、セッションを作るっていう、作業にご協力いただいて、今回のミートアップを開催しています。で、そういった意味で、今回の、今回からですね、以前よりもちょっとターゲットを絞って、ちゃんとした、私たちみたいなね、私たちがやるんじゃなくて、ある意味ちゃんとした方々が、イベントのコンテンツ作成に関わってくださったので、良いスケジュールができたんじゃないかなというふうに思います。で、結構ね、今までだったら、深い、技術にダイビングしたものもあれば、その一方でビジネスのセッションもあるみたいな、そんな作りだったミートアップなんですけども、今回に関しては、ちょっとテーマを絞って、よりビジネス寄りのテーマで、コンテンツを作成してしました。で、より、そうですね、よりビジネス寄り、よりそのイントロダクトリーで、より多くの方々にハイパーレッジャーのテクノロジーだとか、で、ハイパーレッジャーの可能性、ハイパーレッジャーのビジネス的な可能性を知っていただくために、今回の、セッションの、プログラムを構築しました。で、それがこのスケジュールですね。18時10分ですね。もう間もなくなんですけども、イロハを活用したデジタル地域通貨の運用に関しまして、デジタルプラットフォーム株式会社の西澤様にご講演いただいて、その後ですね、NTT データの、清水さんの方から、貿易プラットフォームです。ハイパーレッジャーファブリックを使った貿易プラットフォームであるトレードワルツの話をしていただいて、で、最後にですね、日本オラクルの大橋さん、それから日本 IBM の平山さん、それから空光の、宮沢さんにご参加いただいて、実際に今、そのエンタープライズブロックチェーン、特にハイパーレッジャーを利用したエンタープライズブロックチェーンが今どういう状況になっているのか、活用例だったりだとか、今後の期待なんかも含めて、パネルディスカッションをしていきたいと思います。なので、本当に見て分かる通り、ハイパーレッジャーとビジネスの可能性に関してよく知りたいという、方にとっては非常に有用なコンテンツ、有益なコンテンツになっているんじゃないかなというふうに思います。で、ミートアップの際に毎回申し上げていることなんですけども、ミートアップの開催中、皆さんからの質問は随時お受けいたします。で、基本的には質問は Q&A ボタンに、お願いします。で、おそらくその Q&A に関しても、この質問実は自分も聞きたかったみたいなものが出てくると思うんですけども、そういう自分と同じ質問が、自分と被った質問が、出た場合、それにぜひいいねボタンを押していただけるといいなと思います。で、質問が多数になった場合、この賛同者の多い質問から回答していきます。で、もし、仮に、時間が足らなくて全部の、質問に対して回答ができなかった場合は、後日、ハイパーレッジャー東京のミートアップページのディスカッションのところで、回答できるように、いたしますので、よろしくお願いします。で、あともう一点ですね。毎回なんですけども、この、ハイパーレッジャーミートアップでは、アンケートを取ってます。で、これ定点観測なので、ぜひ、アンケートを、今日もやりたいなと思うんですけども、ちょっと待ってくださいね。これアンケート。じゃあ、第1問。どこから参加してますか？ちょっと20秒から30秒ぐらい、時間を取って、
回答いただければと思います。まあ、大体いつもそうなんですけども、やっぱりこう関東ですね、関東からの参加が多いと。47名回答いただいたうちの、まあ、あの 81% が関東で、まあ、中部と近畿からちょっといるとという状況のようです。はい。では、次の質問ですね。はい。ハイパーレッジャーをすでに製品サービスで使い始めていますかという質問です。これも大体30秒ぐらい、で皆さんに回答いただきたいなと思います。じゃあ結果を共有しますね。大体、製品サービスに使用しているというのが 46% ですね。で、それから準備中 23%。まあ、合わせて、まあ、大体は7割ぐらいの方々が、サービスに使っていたりだとか、それに向けて準備をしていると。で、使用されていないというのが 31% という状況ですね。ありがとうございました。大体これで今のハイパーレッジャーの状況が、なんとなく、ご確認いただけたんじゃないかなと思います。で、ハイパーレッジャーミートアップ、まあ今日はあの東京ということでやってるんですけども、あの世界中でやってまして、まあやや言語の壁はあるかもしれませんけれども、言語とあと時差ですね、時差の壁があるかもしれませんけれども、世界中でやってますので、ぜひ東京だけじゃなくて、海外の、今だとシアトル、フランクフルト、それからダラス、ワシントン DC とやりますので、こういうところにもご参加いただけると良いかなと思います。で、ぜひ、ミートアップを、お楽しみいただきたいんですけど、その前に少し、皆さんに告知があります。ハイパーレッジャージャパンチャプターというものを、実はこの7月に、7月に、立ち上げました。で、これはですね、基本的にはそのハイパーレッジャーの情報って結構ね、多分皆さん、日本語の情報を探されるのって結構苦労するんじゃないかなと思います。それから、日本語でハイパーレッジャーに関してちょっと聞きたい、誰かにちょっと聞きたい、問い合わせたいっていう時に、少し苦労されるんじゃないかなと思うんですね。で、そういう皆さんのために、ハイパーレッジャーの情報をこう集約したりだとか、あと、ハイパーレッジャーに関してちょっとカジュアルに誰かに聞けるっていう、そういう場所を作りたいなと思ってました。で、そこで立ち上げたのが、このハイパーレッジャージャパンチャプターと言います。で、少しお見せしますけれども、こんな感じです。で、これ基本的にウィキページなんですけれども、まあ、ここには、ハイパーレッジャーの、これまず、ハイパーレッジャーのジャパンチャプターに関わってくださっている、いわゆるその、コミュニティのリーダー、日本のローカルコミュニティのリーダー、エヴァンジェリストの方々の名前が今ここに出ております。で、それに加えて、ユースケースが少し出ていたりです。ここのユースケースに関してはこれからどんどん拡充していきたいと思います。それからハイパーレッジャーに関する、今ですね、ハイパーレッジャーファブリックのドキュメントがここにありますけれども、まあそれ以外にもこれからハイパーレッジャー、例えばイロハだとか、ベイスだとか、カクタスだとかいろいろありますけれども、そういったドキュメント、それを日本語でこう、アベイラブルにしていきたいなと思ってます。それからまあ今日イベントやってますけども、まあこれまでのイベントの情報だとか、あとハイパーレッジャーを学ぶためのまあマテリアルですね。が、まあそのウェブの記事だとかが中心なんですけども、ここにまとめてあります。なので、ハイパーレッジャーに関して少しもうちょっといろいろ知りたいなといった場合、ぜひここのハイパーレッジャージャパンチャプターを少し訪れていただきたいなと思います。で、ここには、ロケットチャットっていうものがあって、まあ、ハイパーレッジャーはコミュニティやスラックじゃなくて、ロケットチャットを使ってるんですけども、日本語で、こう、意見交換できるチャットページも立ち上げましたので、もし何かカジュアルに誰かに聞きたいといった場合に、ぜひこのチャットルームを、ご活用いただければなと思います。はい。で、以上で、ちょっとね、私の前座を終わりたいと思います。それでは、早速ですけど、セッションに入っていきたいと思います。まず最初のご登壇者は、デジタルプラットフォーム株式会社の、技術部長であられます、西澤さんにご登壇いただきたいと思います。題目としては、イロハを活用したデジタル地域通貨の運用開始となっています。それでは、西澤さん、よろしくお願いいたします。
例えばご紹介に預かりましたデジタルプラットフォーマー西澤と申します。よろしくお願いいたします。本日はイロハを活用したデジタル地域通貨の運用開始といったことをテーマにですね、福島県の、会津磐梯町ですね、で、始まった、デジタル地域通貨についてのご紹介をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。まずは、弊社の簡単なご説明をさせていただきたいと思います。デジタルプラットフォーマー株式会社としてですね、昨年の4月から会社を立ち上げをしております。バリューのところにございますように、ソラミツさんのブロックチェーンイロハをベースにデジタル ID デジタル通貨、これを使ったサービスを作れるビタというプラットフォームですね、こちらを提供するということで、新しいフィンテックの、サービス、こういったものを作れる、サービス、プラットフォームとしてですね、リタを提供していくといったところで、活動をさせていただいております。ちょっと簡単ではございますが、私の、プロフィール簡単にご説明させていただきます。四半世紀前にはなるんですが、モロッコのバージョン5、6といった、この時代の時にですね、国際化対応といったところで、英語版しかなかったオラクルのですね、国際化をこうしていくといったところで、日本語版の開発、あと、当時、日本にもユニックスのマシンいくつかありまして、ソニーさんのニューズとか、日立さんの2050、3050、NEC さんの EWS4800 とか。ですね、そういったユニックス機あったんですが、そういった、日本製のユニックス機の方にオラクルを移植したりとか、そんなこともさせていただいたりしてました。あとは、Java を使ったですね、マルチプラットフォームで稼働する、当時、Java で出したばっかりのところですね、まだまだ業務システムで、活用がされてなかった時代なんですが、当初 で言いますと世界初の、Java を使った業務システムといったところで、大手製造メーカーというふうに書かせていただいてますが、当時これを機にですね、世界各国で、Java を使った、業務システムがリリースされたといったところで、アナウンスさせていただいたり、講演も、していただいたりしましたので、言っても問題ないと思いますが、ソニーさんの生産管理システムです。こういったものを、作らせていただいたりもしておりました。あと最近で言いますと、AI にもちょっと手を出したりしてまして、掘削機ですね、穴を掘る機械からのオペレーションデータから、地質を予測するといった AI を作らせていただいて、結構、当初予定していたよりも想定していたよりもかなり、精度の高い、地質予測ができるといったところでですね、掘削機のオペレーションから地質を、予測ができて、地質調査の、コストがかなり削減できたといったような実績を、得ておりました。あと、前職ではございますがベトナム、イギリスにおいてですね、これは、ブロックチェーンを使ったものではないんですが、電子マネーを使った給与の即時払いのサービス、こういったものを展開したりもしております。あと、今の全、デジタルプラットフォーマーでの、取り組みなんですが、ブロックチェーンを使ったデジタル通貨サービス、リタですね。こちらの方を磐梯町さんのところでリリースをさせていただいたということをさせていただいてます。で、今日はその磐梯町の、デジ独特商品券、こちらの方の、サービスについて、ご紹介をさせていただきたいというふうに思います。まずは磐梯町さんのプロフィールといったところ、小さい、町なんですが、人口3000人ぐらいの町でございまして、その隣県ではラーメンで有名な喜多方とかですね、会津若松、こちらはソラミツさんの方でサービスを提供されているんですが、白虎というデジタル通貨ですね、そういったものを運用している、会津若松さんも隣の市町ですね。あとは、大きな湖の猪苗代湖ですね、これ有名だと思うんですが、そういったところと隣接した、磐梯町、町長の佐藤町長、こちらの方がですね、この地図に小さく書いてあるので見にくいかもしれませんが、この中にも磐梯町の中にも星野リゾートがあるんですが、星野リゾートの出身の方といったことで、ビジネスに長けた方で、
万代町の中をですね、デジタル化を推進するためには、まずは、マイナンバーカードを住民全員に持たせるんだということで、旗揚げをしまして、まあ、今回のこのデジタル地域通貨につながったといった経緯でございます。まあ、プレス発表もさせていただいて、この今年の3月31日の時点ですね、プレス発表させていただいたんですが、実際のサービスは7月から開始、まあ、なぜ3月31日かと言いますと、ちょうど POC をですね、年明けから、させていただいていて、まあ、その結果これで、行くんだといったことで、ご了解いただきましたので、万代町様と共同でプレス発表をさせていただきました。ではこの令和3年度万代町デジ特特商品券という名前なんですが、これの概要をご説明させていただきます。発行金額としては1250万円分の、デジタル地域振興券、こちらを発行していただいています。販売価格としては一部5000円で、全体としては2000部の発行といったところなんですが、250万円分のいわゆるプレミアム率 25% をつけて、デジタル地域振興券としては1250万円分発行させていただいたといった形になります。あと販売上限ですね、こちらはもう町民限定、あとは町民の勤務者限定といったところでの、販売になっておりましたので、販売所はですね、万代町商工会議所で対面による配分販売といった形で、2000分、7月15日と7月17日、この2回に分けてですね、全部ずつ、販売をしていただきました。両日とも即日完売ということで、木曜日はですね、1時間半、2時間ぐらいでですね、もう午前中の、昼前にはもう売り切れてしまったんですが、17日土曜日、やはり、仕事されている方もいらっしゃるということで、2回に分けて、土日、土曜日に販売を、されたんですが、土曜日も昼過ぎには、完売ということで、即日完売で非常にご期待をいただいておりました。磐梯町の、マスコットキャラクターのロボバンチですね、これを、今回 のアプリにも利用させていただいております。じゃあどういった形で運用されたかについてちょっとご説明をさせていただきます。店舗数は32店舗、中にはですね、リオンドールさん、あとセブンイレブンさん、JA さん、道の駅さんみたいなところで、大きなこうスーパーとかですね、あとコンビニエンスストア、JA さんはですね、ガソリンスタンドみたいなところでこう使っていただいたんですが、そんなところで、非常にいろんなところ、いろんな種類の店舗で使っていただいてました。でちょっとこれ見にくいかとは思いますが、一応紙とデジタルと両方発行していただいて、先ほどの1250万円というのはデジタルだけの分なんですが、それとあとプラスアルファで紙の、商品券ですね、こちらも販売をされておりましたので、紙と、デジタル、これ両方使えるところが32店舗、参加していただいて、こういった形でですね、特特商品券取扱場というのぼりを、立てていったりとか、あとは、デジタルを使えるところはこのデジ特商品券使いますみたいな形でのシールを貼っていただいたりとかといった形で、利用店舗が分かるようにこうしていただいておりました。で、住民登録数は274名ということで、人口からすると1割弱ぐらいですね、方々がご登録いただいて、ご購入いただいて使っていただいているというような形になっております。で、住民用のアプリの主な機能についてちょっとご紹介をさせていただきます。右側の画面がですね、トップ画面になっておりまして、令和3年度、万代町デジタル特特商品券というふうに
かせていただいて、まあ、利用期限は7月15日の発売日からですね、年内いっぱいといったところで、利用制限をかけておりますので、こういった形で表示させていただいて、上のところが2415円というのは、これが、いわゆる残高ですね、今持っている、商品券の金額で、まあ、紙とデジタルで違いっていうのはですね、まあ、紙の場合は500円券みたいな感じで500円ずつしか使えないんですが、もうデジタル商品券に関してはもう1円単位で使えるといったところで、まあ、利用者も非常に使いやすいといったところで、許可をしていただいています。で、機能としてはですね、メールアドレスによる認証といったところで、本人確認をする上でユーザー登録のところですね、そこで、メールアドレスの認証ということをさせていただいています。あとログイン時は、二要素認証ということで、まあ、ピンコードとあとはトランザクションですね、いわゆるサーバーとのやり取りする上で、まあ、鍵を使って、まあ、本人、利用者の確認をしながら、サーバーと、スマホアプリの間をこう通信するといった形の二要素認証証を取らせていただいています。あと、ログインの認証としては、まあ、ピンコードの代わりにですね、まあ、デバイスが持っている、まあ、SID みたいな顔認証だとかタッチ ID みたいな指紋認証ですね、まあ、そういったものにも対応して、で、まあ、生体認証での、ログインといったことも、実装させていただいています。あとは当然のことながら、ユーザーの登録、あと編集ですね、そういった機能と、あと非常にまあシンプルでございますが、まあ、使うと受け取るといったところの、いわゆる、決済に使う、それを、まあ、受け取るみたいなところですね。まあ、そういったところの機能を、実装させていただいております。あとは、まあ、使った、受け取ったといったところのプッシュ通知機能ですね。まあ、そこのところを、プッシュ通知で、まあ、非同期で行うみたいな形で実装しておりますので、プッシュ通知によってサーバーから、実際のトランザクションが正常に動いたかどうか、処理されたかどうかといったところをプッシュ通知でこうやらせていただく機能を搭載させていただいています。あとは、まあ、端末の紛失とかですね、機種変更などでアカウントをリカバリーすることがあると思いますので、まあ、そういったところの機能だとか、あとはそういったまあ、やはりブロックチェーンを使っているとキーをスマホの側に持ってますので、まあ、そのキーを紛失した時の再発行の機能ですね、まあ、こういったものを、アプリの中に搭載をさせていただいて、まあ、非常に、まあ、今回シンプルではございますが、こういった基本機能を実装させていただきました。実際にじゃあどういうふうに運用してたんだといったところをちょっと、ご説明をさせていただきたいと思います。まあ、いろはので持っておりますドメインの機能という、まあ、ユーザーをグルーピングするような機能ですね、まあ、こういうの機能がございますので、まあ、それを今回、3つに分けて、ここにオレンジと青と緑、ウォレットを書かせていただいてますが、バンダイ町のドメイン、住民のドメイン、店舗のドメインと3つの形で運用をしていただいています。まあ、このオレンジの中にですね、まあ、最初、まあ、7月15日の、住民に販売する前は1250万円分のこのオレンジのチャージ用のウォレットの中に 入っているんですが、まあ、それが、まあ、発売と同時に、まあ、現金と引き換えで 25% のプレミアムをつけて住民エンサーのこのウォレットにこうデジタル通貨が移動していくというような形になっています。で、それを、まあ、店舗 B、緑のウォレットですね、まあ、こちらの方に、店舗の決済でこう使うと、店舗 B のウォレットの中にデジタル通貨が移っていくという形で決済をするような形になっています。で、まあ、最終的にですね、店舗 B で、決済で使われた金お金をですね、デジタル通貨を現金化しないといけませんので、まあ、その時には現金化したい金額を店舗 B のウォレットの方から、またオレンジの方にですね、バンダイ町のウォレットの方に送金すると。まあ、それによって受け取ったバンダイ町はそれによって現金を店舗側で現金化してあげるというような形で運用を流していただいております。ここで、まあ、ポイントとしてはですね、最初に1250万円で
こうしたものが、まあ、どこのドメインの中にどれだけ滞留しているかといったところをドメインで、まあ、そのグルーピングをしてですね、どういった属性の人たちがいくら持っているかといったところを覚えるようにしているといったところが、まず一つのポイントだと思います。あとは、全体の金額ですね、この1250万円といったものを、まあ、きちっと担保するといったところですね、まあ、これを改ざんされないといったところのデータ保護を、やっぱりブロックチェーンを使ってきちっと保護するといったような使い方で、運用ができるような、形に今回は提供させていただいております。まあ、あと、このドメインのところですね、まあ、ここのところの使い方としてはもう一個使い方を工夫しておりまして、まあ、この例えば万代町から、住民のドメインに対しては送金ができるけれども、住民のドメインから万代町には送金ができないとかですね、あと、まあ、住民からのドメインから店舗のドメインに対して、まあ、ここは双方向、まあ、最初のはですね、実証実験の時には片方向だけ、いわゆる決済の時に住民から店舗だけに使えればいいんじゃないかといったところで、あの反対方向を制限してたんですが、やはりその、まあ、取りすぎてしまった、払いすぎてしまったとかですね、まあ、そういった時の支払いの不具合が発生した時に返金の処理ができないといけないといったこともありまして、一応、今の運用では反対方向ですね、店舗から住民への送金もできるようにはこう変えて今運用をしています。あと、まあ、やはりその生産の時ですね、これもやっぱり店舗から万代町に送れればいいので、こっちの方向だけで万代町から店舗に戻すことは制限するといった形で、そのドメイン間でどの通貨は誰に対して送れる送れないみたいな制限だとか、あとは今回期間限定ということもございますので、住民が店舗で使える期間は今年の12月31日まで、で店舗から万代町へのこのドメイン間の送金は、12月31日ではなく1ヶ月猶予を持って、換金ができるように、来年の1月31日までできるようにといった形で、制限をかけられるようにします。こういったものをですね、全てスマホアプリとかそういった形で、プログラミングするのではなく、サーバー側で、どのドメインからどのアセットは送れる送れない、それはいつかみたいな感じで、プログラムレスで設定できる、まあ、そういった機能を、今回は開発してですね、万代町の方で運用していただいております。はい、これがまあ、いわゆる現金と同じようにですね、本当に、万代町から住民に渡って、店舗に渡ってまた万代町に戻ってくるみたいな、で今回は万代町に戻っておしまいなんですが、まあ、これをさらにこう、発展させていって、もっと点々流通していく、いわゆるお金がいろんなところに回っていくといったところを、次のステージでは、ぜひぜひやりたいといったところで、万代町さんから、ご相談をいただいています。でちょっと店舗の決済についてどういった方式で今回はしたのかといったところをご説明させていただきたいと思います。で今回万代町さんの店舗決済は MPM で、運用していただいております。ですので、まあ、店舗側から表示された QR コード紙もしくは店舗用のアプリも提供させていただいてますので、店舗用アプリで表示された QR コードを住民の方が読み込んでいただいて、その内容に応じて送るボタンで送金すると、まあ、いわゆる決済するというような形をと、で運用いただいております。で、まあ、大きな店舗ですね、先ほどのリオンドールさんとか、コンビニのセブンイレブンさんとか、複数のレジをお持ちのところに関しては、紙に QR コードを印刷していただいて、まあ、金額を住民の方、利用者の方がこう打ってですね、でそれを送ったのを確認して、まあ、店
店員の方が確認して決済を完了するみたいな形で運用していただいてます。まあ、個人商店のような小さいところはですね、店舗用のアプリを使っていただいて、まあ、アプリの中でこう確認していただくみたいな、送金、いわゆる決済されたことを確認していただくみたいな運用をしているんですが、まあ、大きい店舗に関してはですね、そういった形で紙での運用を、まあ、今回ちょっとしていただいているのが実情でございます。まあ、この辺もやはり我々の課題として、大きな店舗でも店舗アプリで複数のレジに対応できるようにといったところの対応を今後していきたいというふうにも思っておりますし、あと CPM ですねの支払い方式、まあ、こちらのニーズも非常に今高くなってきておりますので、まあ、この辺の対応を今後していきたいというふうに思っております。まあ、これが神田町デジタル独特商品券で実際にこう運用している様子ですね。まあ、店舗の入り口のところにこう、デジタル商品券使えますみたいなのを貼っていただいたりとか、レジの横にこう QR コードを置いていただいたりとか、まあ、それをこう読み取って支払っているところですね。まあ、こんな形でこう運用をしていただいております。まあ、今回万代町さん向けにはですね、3つのドメインというお話をさせていただきましたが、一応そのドメインごとにスマホアプリというものを提供させていただいております。 iOS、Android 両方の OS に対応した、住民用のアプリに関しては一般公開といった形で Google プレイヤーですね、 App Store の方からダウンロードして使えるようにというふうになっております。あと、万代町様用とあと店舗様用ですね、まあ、こちらの方は個別配布といった形を今回取らせていただいておりますので、まあ、登録いただいたユーザーの方に、まあ、もう我々のデジタルプラットフォームの方から、それぞれのスマホアプリをこう配布させていただいてインストールをして使っていただいております。まあ、こういったスマホアプリ3種類のスマホアプリですね、こちらを提供させていただきました。あと、まあ、管理用のシステムとしましてはウェブのアプリ提供させていただいておりまして、まあ、先ほどご説明したしましたドメイン内の残高とかですね、まあ、そのドメインの、内の利用者、それと取引履歴、まあ、こういったものを、各3つのドメインごとにこう見られるウェブアプリですね、まあ、こういったものを、提供させていただいているのと、まあ、まだまだ我々課題をいくつか持っているんですが、まあマッキーリカバリーに関してですね、まだちょっとオンラインでキーリカバリーできる仕組みのところをまだ、持っておりませんので、まあ、そこのところの対面でこうキーリカバリーをする、の管理をするウェブアプリですね、まあ、こちらの方も、提供を今回はさせていただきました。で、まあ、今回の万代町の課題といったところで、ちょっとご説明をさせていただきたいと思います。まあ、やはり多少やそのユーザー登録等で混乱があったんですが、まあ、先ほどご説明した通り対面式だったことからですね、まあ、商工会の販売所のところに、万代町の職員の方々が、まあ、インストールのお手伝いをしたりとかですね、まあ、そういった形で、対応していただいたおかげで、まあ、現在はまあ住民の方々もアプリに慣れてきてですね、まあ、店舗での決済においてもトラブルもなく、そしてサーブシステム側のパフォーマンスにも、特に問題もなく、運用が順調に進んでいる状況でございます。まあ、ただやはり言われていることは、まあ、まだまだですね、高齢者の方が多い、町でもございますので、まあ、UX の向上、まあ、こういったところを、課題に挙げていただいてたりとか、あとはまあ店舗側の管理機能ですね、まあ、こちらの方がまだまだ我々も、認識はしているんですが、機能的には不十分といったところですね、そういったところの対応、あとは先ほどの、ピンコードやキーリカバリーの、こういったところの、管理機能ですね、まあ、この辺がまだまだ運用上煩雑になっておりますので、まあ、そういったところを、まあ、我々としては直していきたいかなというふうに思っています。あとは、まあ、万代町様 の課題になってしまうんですが、まあ、参加店舗としてのメリット低いよねっていう声も上がってきているというふうにお聞きしています。まあ、やはりその端末を用意したりとか、まあ、それを、インストールして用意し教育従業員の教育したりと割にはこうメリット少ないよねといったところをこう言われてたりもしますので、まあ、そういったところをですね、まあ、今後、また来年度も含めてこうこの
のアプリを使って、そういった、活用していただければですね、今回、準備したのが無駄にはならないと思いますので、そういったところで、さらにメリットはだんだん徐々に高まってくるのかなと思いますが、そういったところをバンダイマッチさんとしても、課題として挙げていらっしゃいます。あとは、紙の商品券の時に現金化するのが小切手をされていたので、その流れをデジタル通貨にも、してしまっているといったところが、やはり、せっかく紙よりももっとサイクル短く、生産ができるというふうに思ったのに、意外と手間だよねとところもですね、こういった運用面、こういったところも課題として、次につなげていきたいかなというふうにおっしゃっていただいております。で、バンダマッチ様、今年の令和3年度から次の令和4年度に向けての取り組みといったところで、デジタル地域商品券、これはやはり来年度も継続してやりたいと。でさらに、デジタル地域通貨、こういったものをですね、やっていきたいといったところでお話をいただいておりますので、今回のはアプリ的には、デジタル地域商品券、これだけしか使えないアプリになっておりましたので、複数のデジタル地域通貨、いわゆる、マルチアセットというふうに私ども呼んでるんですが、複数の通貨を扱えるアプリ、こういったものに、さらに進化をしていきたいなというふうに思っています。あと、我々が今後、実装していく DID、EKYC、こういったものをサービスとの連携も、していこうといったところで機能アップしていきますので、先ほど、佐藤町長が考えられて、いらっしゃるですね、マイナンバーカードに紐づいた情報にもよる、住民サービスの DX、こういったところをですね、来年度からもこう広げていきたいというふうに、いただいております。で、そういったこのアプリをですね、日本全国の自治体に、展開をしていって共通アプリ化をしていくところをぜひぜひ一緒にやっていきたいというふうに言っていただいておりますので、我々としても、バンダイマッチさんと手を組んでですね、そういった取り組みをしていきたいというふうに思っております。ちょっと時間がかなり押してきていると思いますので、さらっとリタプラットフォームという我々この基盤のご説明をさせていただきたいと思います。リタプラットフォームはですね、空道さんのすでに実績のあるカンボジアでの実績のある、バコンと、あと会津若松、日本の会津若松でのビャッコ、これをベースに、さらにこう機能強化、機能を追加して提供しているのがリタプラットフォームになります。技術的にはですね、ブロックチェーンを含めた、そういった連携を空道さんとさせていただきながら、DID の対応、あとは、複数のアセットを、発行する機能、あとは先ほどのご説明したドメインの機能ですね。こういったものを強化していろんなサービスを作っていく。で、さらに、DID の中でいう VC 対応といったところによって、アセットが通貨だけではなくて個人情報も含めた、デジタルアセットを管理、提供できるサービスを作れる。こういったところを目指してですね、外部サービスとの連携も強化していく。いったところがリタのプラットフォームの目指すところでございます。一つ機能としては EKYC、こういったものも私どもがサービスを作るのではなくて、すでにあるサービスと連携して、EKYC をしていく。あとは、複数のアセットになってくるとやっぱりニーズとしては、クレジットカードからのチャージとか銀行口座とのやり取り、入出金ですね、そういったところとの連携が必要になってきますので、そういったところの外部サービスの連携といったところも強化していくといったところがリタの目指すところでございます。はい。あと、時間がないので概要のところだけちょっとご説明をさせて、全体についてご説明をさせていただきたいと思います。大きく分けるとブロックチェーンレイヤーとアプリケーションレイヤーという2つに私ども大きく分けて、おりますが、ブロックチェーンレイヤーのところが主にイロハで構成されています。ここのところは一番小屋になって
コアになっておりまして、まあ、先ほどの、バコンやバッコの中でもうここはすでにこうかなり出来上がっているところではございます。ここをコアにしてできるだけ、まあ、これをそのまま使いつつアプリケーションレイヤーで先ほどの、ドメインの管理だとかですね、アセットの管理だとか、DID のとか、まあ、こういったところを、機能強化していくところをアプリケーションレイヤーのところでやっていこうといった形での実装スタイルを取らせていただいています。何を守るべきかっていうデータをこう仕分けをして、ブロックチェーンでそういったものを管理するというようなスタイルですね。はい。になってます。で、リタの目指すところというのは、まあ、日本から世界への発信ということで、まあ、ブロックチェーン利用技術のディファレンスとなるようなものをですね、まあ、万代町を皮切りにですね、いろんなところにこうブロックチェーンを、使ったサービスを作っていただくところを、ご支援させていただければというふうに思っています。あと、まあ、ちょうど1月ぐらいからスタートするリタプラットフォームを活用したサービスといったところで、まあ、いくつかもすでにお話が決まっていて、まだ今日の時点ではちょっとお名前、まだ、発表することはできないんですが、まあ、デジタルアセットを使ったものだとか、DID と EKYC、さらに DID、EKYC とデジタル通貨を使ったこういった、取り組みの中にですね、リータプラットフォームを採用いただくといったところがもう決まっておりますので、まあ、こういったところが、まあ、年末に向けてですね、プラス発表をさせていただくかと思いますので、ぜひぜひ、楽しみにしていただければというふうに思います。はい、すいません、最後の方はちょっとかなり駆け足になってしまいましたが、以上で。私の方からのプレゼンテーションを終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。石田さん、ありがとうございました。質問がちょっといくつか、ちょっとね、時間はないんですけれども、質問がいくつかありますので、せっかくなんで一つだけお答えいただきたいんですけれども、一つですね、流通している仮想通貨のトレーサビリティはどのような仕組みで実現しているのでしょうか。流通履歴のトランザクションを追いかける以外に、仮想通貨の保持者をリアルタイムにモニターしたりだとか、あと流通中の仮想通貨をユーザーのウォレットの中でリモートで無効や利用保留にすることは可能なのでしょうかという質問なんですけども。いくつか。結構長いので、まあ、基本的にはどういうトレーサビリティをしているのかっていう感じでこうお答えいただければいいのかなと思います。あ、なるほどですね。はい。まあ、残高、いわゆるその各利用者、まあ、バンダイスマッチも含めて、店舗も含めてなんですが、まあ残高を管理しているウォレット、まあ、これのところ、このデータ、残高のデータと、あとは取引履歴といったものは、ブロックチェーンの方に書いて、まあ、改ざんされないように保管をしています。ただやっぱりまあこれ読み書きするといった、まあ、書く上ではまあデータを保護するためにどうしても、しなければいけない、ブロックチェーンに書かないといけないんですが、ただ、履歴をこう分析したりこうリアルタイムに見ていく部分、まあ、ここの部分に関して言いますと、まあ、ブロックチェーンに、読みに行くとやっぱりパフォーマンスがどうしても遅くなってしまうので、まあ、そこのところを改善する意味で、このアプリケーションレイヤー側にも、データベース、これリレーショナルデータベースなんですが、まあ、こちらの方にも書きつつブロックチェーンに向かえているというような動きをしております。まあ、なので、そういったトレーサビリティのデータは、こちらの、まあ、今、私も AWS 上で、実装しておりますので、まあ、RDS のデータベースの中に、保管をしつつ、もしているデータを使って、リアルタイムなトレーサビリティを、まあ、見ていただくといったことができるようにはなっております。はい、すみません、ちょっと回答になってる。ちょっと、ありがとうございます。すみません。はい、結構たくさんいい質問が来ますので、最終的にはこれちょっと、ハイパーレッジャーミートアップの、まあ、ウェブページ上で何らかの回答をするという感じで手配させていただきますので。はいはい、よろしくお願いします。ありがとうございました。それでは改めまして、西澤さんに、まあ、拍手は聞こえないんですけども、拍手をしていただきたいと思います。ありがとうございました。本日はありがとうございました。はい、ではですね、続きまして、次の、発表者に移らさせていただきます。次の、発表なん、
続いての発表なんですけども、ハイパーレッチャーファブリックの活用事例、貿易プラットフォームトレードワルツということで、NTT データの清水さんに発表いただきたいと思います。それでは清水さん、よろしくお願いします。はい、では今、ご紹介上がりました、NTT データの清水と申します。ハイパーレッチャーファブリックの活用事例ということで、貿易プラットフォームトレードワルツの、ご紹介させていただきます。で、先ほどの、説明聞いてですね、自己紹介スライド入れるの忘れたので、口頭で失礼いたしますが、私入社以来ですね、OSS の、オープンスタックの、研究開発だったりとか、あとまた、違う協会の銀行系のミッションクリティカルなシステムの、開発をしといったところを、経験いたしまして、何を隠そう、今年の6月にですね、このブロックチェーンのチームに参画をしたといったところになりまして、ここにいらっしゃる方々よりもですね、新参者なのかなというふうに思っております。でブロックチェーンのですね、基本的な技術を、インプットして、次に来る、なんでブロックチェーンじゃないといけないんだろう、 Why ブロックチェーンといったところに対してですね、自分の答えを、まだ持ててない中でですね、いろいろと苦悩しながら業務をしているといったところです。でその中でこの一つ、実際にブロックチェーンを使ったんだというふうな事例、貿易プラットフォームトレードワルツのところをご紹介いたしまして、自分と同じようにですね、なんでブロックチェーンなんだろうみたいなところに、一つですね、悩んでる方々にですね、ヒントがあればなというふうに思っております。アジェンダですが、まずはじめに我々 NTT データのブロックチェーンに対する取り組みというのを少しご紹介させていただきまして、貿易プラットフォームのトレードワルツ、そしてその中で、関連して使われている、ブロックトレース DMP という我々のソリューションを紹介し、最後にということでクロージングに、進みたいというふうに思っております。まず NTT データの取り組みです。我々ですね、ブロックチェーンの取り組み、ブロックチェーン COE というふうな体制を組んでおりまして、さまざまなバックグラウンドを持つ、世界中のチームメンバーとですね、最適なプラットフォームを提供できるような体制を確立して、進めているといったところがまず体制面でございます。その中で、アクティビティですが、我々の、成り合いとしているプロジェクトといったところがもちろんある一方ですね、ブロックチェーン基盤の技術調査といったところの R&D、 そして、もっと短期にですね、ブロックチェーンを提供して使ってもらうみたいなソリューションサービス開発といったところも進めております。これブロックチェーンのそれらのような活動に対してですね、いろいろな、調査会社様からレポートで高い評価をいただいているといったところが一つ我々の、活動の、成果として、ご紹介できるかなと思っております。で、ブロックチェーン技術をした DX ソリューション、ブロックトレースというところですが、ビジネスシーンとかユースケースに応じたブロックチェーンプラットフォーム上にですね、お客様の、適用シーンに応じた、アプリケーションを構築する、ソリューションということで、ブロックトレースというものを展開しております。例えば、食品の、品質保証ソリューションであるブロックトレース for cold chain、また、証券デジタルの、for security token、また、サプライチェーンにおける企業間情報共有ということで、ブロックトレース for サプライチェーンというものを、展開しておりまして、また、今見えているような新しいキーワードに対してですね、ブロックトレースフォーなりないといったものを整備していく予定です。また、その下にですね、一番、横に、置いてあります、ブロックトレースデータ管理プラットフォームというところが、エンタープライズ向けのブロックチェーン基盤に対応するためのデータ管理プラットフォームを整備しておりまして、これは後ほどソリューション紹介少しさせていただきます。では、我々のご紹介ってこれぐらいにしてですね、貿易プラットフォームトレードワルツとはといったところをご紹介いたします。でまずですね、それ入る前にブロックチェーンが未熟ペーパーレス化といったところを、記載しております。で世界中のトレンドが非接触とか非金銭思考に、向かっている中ですね、業務のペーパーレス化っていうのは注目されているというふうに考えております。でブロックチェーン技術は電子データに原本性付与できるというところが重要かなというふうに思っておりまして、もともと紙でやっていたことっていうのは、その紙が物理的にあるといったところで、紙による原本性を担保していたんですが、紙は面倒だから電子にしましょうといったときに、その電子
書類は本物ですかといったところに対して、原本性を、ブロックチェーンであれば付与できるといったところで、ペーパーレス化に対してブロックチェーン技術が寄与している、また、そこで、ビジネスが生まれているというふうなところを記載しております。そして、その貿易書類といったところにですね、注目をして、電子化する貿易、情報連携プラットフォーム、トレードワルツといったものをですね、運営する会社を2020年10月に設立をして、プレスリリースを出しております。で、このトレードワルツを、事業開始するまでの活動といったところは、業界横断のものになりますので、コンソーシアムも設立して、いろいろな整備とか、そういったものを経て、ようやく、事業開始に、たどり着いたというような経緯を記載しております。で、トレードワルツの、トレードワルツ貿易プラットフォームの、主要な、特徴ですが、まず関連業界横断のプラットフォームであるといったところ、貿易に関しては、輸出者、輸入者だったり、あと銀行、保険会社といったような、業界をまたぐような、アクターがいるといったところで業界横断のプラットフォームであるといったところ、また、さまざまな貿易書類をサポートしているといったところ、また、プラットフォームに蓄積された情報を活用していけるといったところが、大きな特徴だというふうに考えております。で、分散台帳を使うメリット、貿易導入前の、この全体像を表しております。で、貿易実務は紙書類ベースの壮大な伝言ゲームというふうに言っても過言ではないというふうに思っております。例えば、輸出者から輸入者に、物を送って、送ったのでお金をくださいというふうなのが貿易だというふうに思っているんですが、それに対して信用状を発行する銀行だったり、また、保険会社だったり、また、税関だったり、荷物を送る運輸会社、通関会社といったところがですね、絡んできて、いるといったところ。で、またこのような世界をまたいで、また業界をまたぐものであるがゆえにですね、統一的なプラットフォームを、作るというのが難しく、結果紙書類での伝言ゲームのような形で、どうも進んでいたというのが実態だと思います。これに対して、トレードワルツは非常にシンプルな構成で、これだけと言ってしまえばだけなんですが、トレードワルツのブロックチェーンで電子データを共有、活用する、統一的なプラットフォームを作ることで、さまざまな、効率化だったり、そういったものを実現しているというところになります。で、このような貿易プラットフォームの要件というか、利点というのは、コスト削減、運用効率の向上だったり、あとは違法行為の防止だったり、データ管理の合理化といったものが利点として挙げられております。これは、コロナが、世界中に流行している中でも、貿易デジタル化っていうのは、これまで以上に必要とされているといったところが、見えております。トレードワルツ導入による期待効果なんですが、ポックを経てですね、貿易プロセス改善、コスト削減について大きな期待を得ることができた、効果が出たというところを記載しております。重要なのは、業態に関わらず、またその中でのプロセスに関わらず、やはり今まで非効率だったものが効率化されて、削減程度が、大きく出ているといったところが、見て取れるかと思います。で、課題解決の事例として2つ挙げさせていただきます。1つが重複作業や入力ミスの問題解決です。現状、導入前はですね、輸出にかかるデータっていうのは、1つのパーチェスオーダーだったり、インボイス、っていったものから生成されるにもかかわらず、入力を繰り返すことによって間違えてしまうっていったところが出ていたものに対して、1回、適切なものを入れれば、それを、同じものを使うんだったら、それをデータ活用しましょうという形で、重複入力の排除だったり、入力ミスの撤廃というのが実現できております。またですね、即時連携とによる、認識相互といったところも、国をまたぐ、時差があるような国をまたぐ貿易業務に関しては非常に重要なところだと考えております。
こちらもですね、本来は同一のインボイスに関わらず、入力をミスしてしまったがゆえに支払い予定日が変わってしまった。ただ、横にいるわけではないので、輸出者から、その検知も難しいといったところがございました。それに対して、国をまたいで、いるような貿易プラットフォームにより、同一データを国内外で連携して、人の介在を、入れることなく、正しいデータの入力が可能といったところになっております。これだけ聞くとですね、連携してるだけじゃないかというふうなところがあるんですけれども、まさしくですね、これまでできなかった業界をまたいで、国をまたいでみたいなところで、この貿易プラットフォームを使えている、今まで共通化できなかったものが、ブロックチェーンによってできているといったこと自体がですね、一つの成果なのかなというふうに思っておりまして、思っております。トレードウォーズについてはこれぐらいにしてですね、その中で動いているソリューションの紹介をさせていただきます。で、ブロックチェーンのデータ管理についてですね、一般的に以下の特性があるあります。ブロックチェーンには記録したデータ削除できない。ブロックチェーン上のデータはネットワーク参加者全員が参照できるといったものです。これはブロックチェーンの、強みである、メリットである一方ですね、このようなものを、業界をまたいだり、まさしく貿易業務を使うようなシステムにそのまま適用できるために、するためにはですね、これらが、商用化に、向けた、ハードルになるというふうなところがございますので、NTT データは、ブロックチェーンの特性を踏まえたデータ管理プラットフォームというものを開発いたしました。ブロックトリス、データ管理プラットフォーム、DMP とはですね、データ管理設計、制御機能があるブロックチェーンベースのプラットフォームとなっております。特徴は2つございまして、まず1つが、システムとして大量のデータを扱うことができるといったところです。そのままですね、データをブロックチェーンに入れるのではなく、ブロックチェーン、入れる、データの実態はですね、分散ファイルストレージに入れて、それの管理ファイル、ハッシュファイル、のようなものをですね、ブロックチェーンに入れることで、対改ざん性を保ちつつ、分散ファイルストレージの利点も生かすといったところのアーキテクチャを組んでおります。また、ユーザーごとにデータへのアクセス権限を制御可能といったところが、ユーザーアプリと制御ミドルを返すことで、実現をしております。もう少しイメージ続きますが、ブロックトレス DMP を使うことでですね、この組織 A、これが会社だったり、ユーザーだったりしますが、それによって、ブロックチェーンノードと分散ファイルストレージに入れるものを変えることによって、横への連携をしつつ、組織単位で制御を分けているといったところがございます。で、こちら、特徴繰り返しになりますが、もともとブロックチェーン単体で使おうとなると、取り扱いのデータサイズがちっちゃかったり、入れたものを削除できないといったブロックチェーンのメリットがデメリットのように見えてしまうところに対して、ブロックトレス DMP を返すことで、ギガバイトオーダーのものを入れれたり、データの削除が可能だといったところを、見せております。また特徴2つ目として、ユーザーごとへのデータへの制御可能といったところです。シンプルなとかオリジナルなハイパルチャーファブリックだと、チャンネルごとのアクセス制御ができるんですが、それで十分かというと、繰り返しになりますが、貿易業務のような国をまたいで、業界をまたいで、競合他社もいるような、そういったものに対しては、もう少し細かく、ユーザーとか、場合によってはファイルごとにアクセス制御をかけて、制御を適切にするといったところを、ブロックトレス DMP では実現をしております。また、これは、プラスアルファですが、ファイルのバージョンっていうレベルでですね、アクセス権限を詳細に設定可能ですので、より細かな制御ができるといったところを実現しております。駆け足となりますが、ここから最後にということで、NTT データがブロックチェーンを、ともにですね、見据えている先というところについてご紹介いたします。で、デジタル化されたブロックチェーンが目指すところといったところなんですが、これまでは個別最適だったり、アナログプロセス、データ、あとデータモデルの相違で、一つになれなかったものがですね、ブロックチェーンネットワークを介してオープンなエコシステムを形成できる、またそれに向けて進んでいくべきだというふうに考えております。
で、NTT データは、組織やシステムレイヤーの連携をリードしていきたいというふうに考えております。システムのブロックチェーンのところを用意してもですね、それこそトレードウォルツが、一ついい例ですが、業界横断でやる場合にはですね、オーガナイゼーション、組織的なところをですね、しっかりと整備をしていくといったところが必要になってきて、それは、NTT データが役割を、発揮して、推し進めていくところでもあるというふうに考えております。こちら最後のスライドとなりますが、そのような、エコシステムの実現に向けては課題がたくさんあるのかなというふうに思っております。例えば組織のところを整備しようと思うと、資金調達だったり法規制の対応、ガバナンスモデルの検討といったところがございます。ブロックチェーンのシステムといったところも、ブロックチェーンネットワークの運営をどうするか、他のコンソーシアムと接続どうするかといったところがありますが、まさにこういった課題の最前線にですね、NTT データが立ってですね、オーガナイゼーションとシステムをつなぎ合わせて一つ、システムを作る、役割を担いたいというふうに思っておりますし、またこのようなハイパーレッチャーの東京ミートアップ、このよ本日のようなセミナー非常に良い機会かと思いますが、一つ、成功事例というものを作ってですね、その事例を使って、ファーストユーザーではなかなか手が出せないようなお客様だったり業界といったところに対して事例をどんどん、増やしてですね、いきたいなというふうな、期待を込めてですね、NTT データとしてつなぐというふうな役割を担っていきたいというふうに思っております。で、本日は、貴重なお時間ありがとうございました。これで、私からの、ご説明以上とさせていただきます。あ、清水さん、ありがとうございました。清水さん、一つ、質問が来てます。すごくこれいい質問だなと思うんですけども、例えばその IBM のフードトラストのような、その他のプラットフォームとの連携は可能でしょうか？で、今後プラットフォームが乱立するとどうなるかっていうのが気になりますっていう質問なんですけども、はい。お答えいただくこと可能ですか？はい。ですね。まず2つあるかなというふうに思っておりまして、同じようなプラットフォームが乱立するものっていうに関しては、まず連携ができるかっていうと、連携を模索していかないというふうに、いかないといけないというふうに思っております。今時点でできるかっていうと、そこは、できていないというのが実態です。で、あとはですね、やはりプラットフォームが乱立するものに対して、ユーザーとか使う人にデメリットが出ることをですね、作る側というか、まさしく我々もそうなんですが、そういったところが気にしてですね、ちゃんと、分担だったりとか、機能的な、役割といったところを分けて、本当に一つにできないのかといったところをですね、乱立というか、立つ前にですね、話していく。それこそ組織的なオーガナイゼーションをしていくっていったところも、一つ、必要なことになるのかなというふうに思っております。なるほど。ありがとうございます。はい、それでは清水さん、改めまして、本日は、ご登壇いただきましてありがとうございます。非常によくわかりました。はい。ありがとうございます。では、失礼いたします。はい、ありがとうございました。はい、それではですね、本日最後の、セッションに移りたいなと思います。パネルディスカッションですね。お題目としては、エンタープライズブロックチェーンの活用例ということで、今ここに名前が出ていらっしゃる3名のパネル登壇者ですね、プラスモデレーターの私の4人でこのパネルディスカッションを展開していきたいなというふうに思います。それではですね、まずはですね、何をともあれ本日の登壇者の自己紹介からちょっと始めたいなと思います。それではじゃあまず宮沢さんからお願いできますか。はい。では、画面を共有させていただきまして、説明をしたいと思います。画面は今見えてますでしょうか？はい、見えてます。はい。私は、ソラミツ株式会社代表取締役社長の、です。で、他にはですね、東京工業大学の特任教授、それから ISO TC307 ブロックチェーンの国際標準化の日本代表委員を務めております。また2025年のですね、大阪万博のパビリオン推進委員会のアドバイザー、日本銀行のデジタル通貨分科会のラウンドテーブル委員、その他さまざまな仕事をさせていただいております。経歴としましてはカンボジアのですね、中央銀行デジタル通貨、これから説明しますけど、そちらの総責任者として開発に携わりました。
またあの金融庁の方で資金決済法の立法、電子マネーエディの創業者、あるいは交通カードスイカの開発をしてまいりました。あの本も2冊ぐらい書いておりますので、興味のある方はぜひお読みください。あとあの会社の方も若干説明させていただきますと、ミッションはですね、ブロックチェーン技術で産業にイノベーションを起こし、社会課題を解決するということで、5年前にあの設立しまして、現在約従業員100名、世界6カ国、5カ国ですね、にあのオフィスがございます。はい、以上です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。続きまして、日本オラクルの大橋さん、よろしくお願いします。はい、日本オラクルの大橋です。よろしくお願いします。簡単に自己紹介させていただこうと思います。日本オラクルでですね、オラクルクラウドの事業戦略統括ということで、事業開発を担当しています、大橋と申します。ブロックチェーンも担当していますというのと、ブロックチェーン以外もですね、実は担当しているんですけど、ブロックチェーンメインですね、担当をさせていただいています。ちょっとすみません、ラフな感じで書いちゃってますけど、はい、あとは、技術芸術室だったりとか、あとはですね、スケボやってるんで、もしやってるブロックチェーンでやってる方いらっしゃったらぜひ一緒にやりたいなと。あのオリンピック前からやってます、ちなみに。はい、でオラクルですね、一つ紹介させていただくと、ブロックチェーンですね、今日あのハイパレチャーファブリックというのベースにですね、クラウドのサービス提供させていただいてて、まあ、それだけじゃなくてですね、いろんなパートナー様と、ファブリックベース、もしくは他のブロックチェーンベースにですね、ビジネスをご一緒させていただいてますので、ぜひあのパートナー様でですね、ご一緒できる方もいらっしゃったらお話しいただければというふうに思っています。で、前回もですね、前も以前ハイパレチャーお話しさせていただいたこともあるんですけど、やっぱりあのエンタープライズブロックチェーンという観点でいくと、これ、技術情報とかですね、情報がもともとないなっていうことを、実は一緒にやってるメンバーと会話をして、ブロックチェーンギグっていうミートアップを実は実施しています。これも 2年か3年ぐらいですかね、やっていて、企業さんの垣根を越えて、特に今日お話もされているような先駆者となっている方々から、お話をいただくという観点でやってきています。まあ、この前11回とか10回とか、福安さんにも前回相談いただいたりしていて、で動画とか資料とかですね、公開していますということで、今まで登壇いただいた皆様、今日多分聞いている方でもですね、登壇いただいたりとか、 IBM さんとかですね、データさんとかにも登壇していただいて、本当に皆さんのノウハウをこう提供いただき、本当に業界、ブロックチェーンの業界を広げるということに貢献をしていきたいなということでも取り組んでいます。もしご興味ある方がいらっしゃればと思います。で、もう一人とメンバーでやってるんですけど、これですね、前回前々回福谷さんの登壇いただいた9回目かなということなんですけど、本当にハイパーレチャーファブリックの基本的なところというところも、実際やらせていただいて、ハイパーレチャーファブリックの本当基本的なところ、設計のところというところもこの直近やってますので、もしご興味のある方いらっしゃったらですね、非常に参考書みたいな資料になってますので、ご覧いただければというふうに思っています。まあ、今日はそんな観点から少しお話できればと思ってますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、私から以上です。ありがとうございます。このハイパーレッチャーファブリック再入門、これめちゃくちゃいいんで、もしハイパーレッチャーファブリックをもう一度ちょっと最初からこう見直したいっていう方がいらっしゃったら、これものすごいおすすめです。はい、それから最後にですね、日本 IBM の平山さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。資料の方見えてますかね？大丈夫ですかね？はい、見えてます。はい。ですね、私は IBM で、7月からですね、テクノロジー事業本部の中にガレージテクノロジーという、部門を作りましてですね、主にイノベーションですね、ブロックチェーンなんかまさに代表的なソリューションですけども、そういったものをですね、リードするマネージャーの方を務めています。で、私のキャリアですけども、もともとはですね、証券業界におりまして、特にデリバティブの商品開発とかですね、当時、おそらく日本で初だったレッドハットリナックスを使った、某トレーディングシステムですね、とかの、サービスマネージャーを務めていたりとか、あとは、野村総研のこれファイナンシャルエンジニアでしておりましたので、非常に今回ですね、ソラミツさんとかオラクルさんとかリナックスファンデーションの方とかですね、
ね、非常に長いお付き合いなので、こういう形で対談できたのは非常に嬉しく思っています。でその後、AWS ですね、当時まだ今非常に大きな会社になってしまいましたけども、まあ、本当に Amazon の一角にあるような時に、ジョインしまして、当時の、まあ、アーキテクトのチーム、の初期のメンバーですね、でコンサルの立ち上げということを経験しています。でちょうどブロックチェーンですね、ハイパーレジャーが出始めたのは2016年2月に出たと思うんですけども、まあ、当時その当時に IBM がまあやるという話を聞きつけまして IBM にジョインさせていただいて、まあ当時、クラウドの中にブロックチェーンをやるということをやってましたので、そこのリード統括アーキテクトで、レッドハットの買収ですね、あった後に、まあ、それを統合するチームということで、エヴァンジェリストチーフアーキテクトですね。で、その前に、データ AI のオートメーションの授業で、AI のアーキテクトとデータサイエンティスト。で、今年の7月から現職ということで、非常に多岐にわたっている活動をしております。で、グローバルの、シンガポールで行ったブロックチェーンのカンファレンスとかにも何回か登壇させていただいたりとか、書籍を出したりとか、学会で発表の方もさせていただいているという形になります。で、IBM のですね、ブロックチェーンというと、大きく分けると、まあ、ハイパーレジャーファブリック、ハイパーレジャーのプロジェクトがベーシックになってるんですけども、大きく2つですね。いわゆるパースという形で、よりエンハンスしたプラットフォームを IBM ブロックチェーンプラットフォームという形で提供しています。で、もう1つは、それをですね、インフラに、SaaS という形でですね、いろんなパートナー様と組んで SaaS ソリューションを提供しているという形になります。で現在私がいるテクノロジーガレージの事業部はですね、まあ、こういったパースであったりとか、SaaS を使って実際にビジネスを立ち上げるというご支援をしているチームになってまして、非常に多彩なですね、バックグラウンドのチームですね、非常にグローバルチームで組み立っているという形になります。で、IBM のブロックチェーンプラットフォームですね、触ったことある方もいらっしゃると思うんですけど、こういう形でですね、画面内、GUI で操作できるようになってまして、ハイパーレジャーファブリック、まあ、非常にハードルが高い、ソリューションですけども、初心者の方にもですね、安心して使えるような形でご提供しているという形になります。で最後にですね、まあ、この辺は、ここにいる方は皆さんご存知だと思うんですけども、IBM のブロックチェーンはですね、まあ、レッドハットの買収とちょっと、まあ、温度を合わせてですね、去年オープンソースのものをエンタープライズの商用で使えるという形で、多くの開発者だとか、多くの、企業の利用者ですね、そういったものを取り込むエコシステムをベースにソリューションを提供していますので、こういう形でですね、今日 Linux ファンデーションの方とか、Oracle の方とか、ソラミズの方ですね、とディスカッションできる場を楽しみにしています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。というですね、非常に芸達者な3名様と本日は今からパネルディスカッションを進めていきたいなと思うんですけども、まずやっぱりこう本日のイベントの趣旨というか、まあ、コンセプトとして、まあ、エンタープライズブロックチェーンがどれぐらい普及しているかで、普及しているものを実際にこう見せようと、実際にこうブロックチェーンをこれからこう手に取ってみよう、ブロックチェーンのシステムをこれからこう考えていこうっていう皆さんに対して、今あるものをできるだけたくさん見せたいんだっていう思いが、まあ、今日あったと。ということで、まずソラミスさんの事例だとか、NTT データさんの事例のセッションがあったわけなんですけども、まあ、当然それだけじゃないわけなんですよね。今日登壇いただいて、今まさに登壇いただいている、まあ、ソラミスさんにも、日本 IBM さんにも、日本オラクルさんにも、多分様々な事例があると思います。で、そこでこう、ちょっと皆さんに、今ある事例ですね。今どんな事例があるのか。まあ、そういったところをですね、まず伺いたいなと思います。で、やっぱブロックチェーンっていうと、やっぱりね、こう、最初こう、フィンテックだとか、で、その後出てきたのが、こうね、まあ、トレードワルツみたいな、貿易系だとか、まあ、結構その後サプライチェーンですよね。まあ、そのあたりが結構主流なのか、なんかなと思うんですけども、今どういったワークロードがホットなのか、で、これからどんなところが面白くなってくるのか、このあたりをちょっと誰かに、まず、先陣切っていただきたいんですけども、どなたか、お願いできますか。じゃあ、空道の方から、ちょっとユースケースをお話をさせていただいて、お願いします。はい、じゃあまた画面をちょっと共有します。はい。はい、こちらも画面見えてますでしょうか。はい、見えてます。はい。主な導入事例なんですけども、まあ、我々、このブロックチェーンというのは、人物金の情報を、まあ、効率的に管理する技術だなというふうに思ってまして、特にその中でも我々は人とですね、金というところに着目をしてます。まあ、物の管理、サプライチェーンとかは多分
あのオラクル様とか IBM 様の方が得意なんですけども、我々はその、まあ、お金とか資産の管理、それから人の、まあ、IT の管理ですね、こういったところを着目してやってきました。で、まあ、海外の方ではあのカンボジアの国立銀行ですね、こちらは、まあ、あの CBDC という中央銀行デジタル通貨の、導入を昨年いたしました。またあのモスクワ証券取引所で、このブロックチェーン化をしたりとか、それから人の管理ということで本人確認とかデジタル ID インドネシアやってまいりました。で、あの国内におきましても、先ほどあの西澤さんが説明されたように、まあ、民間のデジタル通貨のですね、インフラというものを構築をしておりますし、あのスマートコンタクトを使った保険とか契約の管理、本人確認とかね、こういった技術をやあのユースケースがございます。またあのさまざまな異種のブロックチェーンをつないでいこうということで、あのポルカドットというですね、さまざまなブロックチェーンをつなぐ団体の我々役にやっておりまして、まあ、そこの活動をやっておりますが、最近はあのハイパーレジャーカクタスとかですね、異種のブロックチェーンをまあ、つないでいくインターオペラビリティが出てきたので、非常に楽しみに思っております。でカンボジアの方はですね、あの昨年10月に、まあ、正式運用世界初になったんですけども、実は、まあ、開始してから今10ヶ月経ちまして、8月ですね時点で見ますと590万人がですね、何らかの形でこのバコンという新しい CBDC を使っております。まあ、さすがあの中央銀行だなと思ったんですけども、10ヶ月であっという間に国民の3分の1ですねがあの使うというふうな、ものすごいスピードでまあ普及しているというところがあの注目に値するかなと思っております。で、まあ、今までのキャッシュレスとまあかなり違うということで、デジタル通貨は通貨そのもののデジタル化ですよということですね。まあ、この図にある右側のようにですね、非常にシンプルにいろいろな決済ができてですね、コストが大幅に下がるというところが特徴になっております。で最近あのスタートしたのが、あのバコンを利用したクロスボーダーの、送金でございまして、実はそのマレーシアのですね、まあ、メイバンクというところ の, あのアプリを持っている方は、マレーシアからですね、カンボジアの友人とかにもう電話番号を入力するだけですね、それだけでリアルタイムに送金が完了してしまって、で受け取る方はバコン であの受け取ることができます。まあ、あの今まではやはりその日数がかかったり非常にコストがかかったのが、まあ、なんと電話番号を入れるだけで、リアルタイムに国際送金ができるようになったという事例でございます。またあのシンガポールのですね、金融監督局ですね、こちらが今、グローバル CBDC チャレンジというプログラムをやっておりますけれども、世界300社が応募をしまして、まあ、この中からソラミツは15社のファイナリストに採択されております。まあ、15社の IBM さんとか、あの有名な企業ばっかりなので、なかなかあの厳しい戦いなんですけども、なんとかあの最後まで勝ち抜けたらいいなというふうに思っております。であと今度人の管理ということですね、人の管理ということでデジタル ID なんですけども、あのデジタル庁のですね、成長戦略の中に、民間デジタル ID とマイナンバーカードを紐付けを推奨すると、まあ、こういうようなあの文章が入りました。私ども自民党の中にですね、ブロックチェーン推進議員連盟というのを作っていただきまして、まあ、そこから平井大臣の方にですね、まあこういう提言をした結果取り上げていただいたということでございます。それは具体的に、まあ、これはあの内閣官房が作った資料なんですけども、真ん中の赤い点線がありますように、まあ分散型 ID ですね、でこれはブロックチェーンを使って管理をしていくということで、スマートフォンにこの ID を入れましょう。でこの ID がマイナンバーとか法人 ID と、まあ、紐付けされてですね、いくと。で、この分散型 ID は、特にその用途に限定はございませんので、まあ、ヘルスケアとか交通とか、さまざまな情報を横串で管理をする、まあ、ID になるということで、今、大変いろんな自治体から期待をされております。で、私ども、実はこの技術、4年ぐらい前から着目をしておりまして、まあ、W3C ですね。ワールドワイドウェブコンソーシアムが、
まあ、あの標準を作ったわけですけども、それを活用しまして、まあ、インドネシアとかに導入事例がございます。で、例えばその国内でもですね、この ID を使おうという動きが今どんどん広がっておりまして、こちらの、まあ、大阪商工会議所が今検討している資料ですけども、2025年の万博に向けてですね、そのデジタル ID とデジタル地域通貨というものを連携して動かすと。でそれによって、さまざまな、まあ、健康情報であるとか、購買情報、交通情報とかを横串で管理をしていくと、まあ、このような検討をしております。まあ、ここにこのデジタル ID とデジタル地域通貨にブロックチェーン技術が使われていくということでございます。はい、以上でございます。いろいろ、もしお問い合わせとかありましたらですね、ぜひこの info@soramitsu の方にご連絡いただければと思います。当社の米津鶴見が対応させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、以上です。はい、ありがとうございます。まとめると、ソラミツさんの方では、いわゆるデジタルカレンシーじゃないですけど、まあ、金およびその、まあ、ID みたいなワークロードが、まあ、今こう増えていて、まあ、それがこうホットであると。いう感じということですね。そうですね。はい、その通りでございます。で、一番最初のページに、いくつかこう、日本国内外の、ユースケースがありましたけど、みんな、あれは本番価格稼働しているっていうユースケースであると。はい、その通りでございます。了解です。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。まあ、ソラミスさんの方では、もう、いわゆる金、それからこう、DID、ID ですね、ワークロード、ユースケースが増えてきているということなんですけれども、大橋さんの日本オラクルさんの方ではどんなユースケースが最近こう、ね、ホットになるかなっていうか。ありがとうございます。私の方からは人金ときたんで物の話をサプライチェーンちょっと中心でお話しさせていただこうかなと思うのと、あとちょっとグローバルの事例とかも少しご紹介しようかなってちょっと思ってますっていうのと、少し先のことも見据えてこんなこと来るんじゃないのかと興味のあるとこも含めて、で平山さんに何かフォローしてもらえばありがたいなと思ってます。はい、ですね、まあ、今日多分ほとんど参加されてる方って、ブロックチェーンすでに何か知ってる方多いかなと思うんで、改めてかいつまんででもないですけど、サプライチェーンってやっぱり一つのブロックチェーンのユースケースだと思うんですよね、エンタープライズっていう意味ではですね。でやっぱりもともとの偽装品の可視化だったりとか、あるいはですね、まず可視化することによって業界をまたいだワークフロー業務効率化ですかね、あるいは全体最適化したサプライチェーンの最適化みたいな話だったりとか、まあ、全体最適化っていう意味ではそのうちですね、まあ、そこに新しいプレイヤー入ってきてサプライチェーンファイナンスみたいな流れになってくるということで、まあ、最初は本当に情報の可視化から次業務効率化で、新しい、情報だけじゃなくてですね、少量とか金流とかっていうのをこう改善していくんじゃないかなっていうのは、まあ、多分話だと思います。でいろんなお客さんも取り組んでらっしゃると思うんですけど、ちょっとなんかこうせっかくパネルディスカッションというか面白い感じにしたいなと思ったんで、パレッチャーのホームページのサプライチェーンのことがあって、これ7月に出たんですよね。でこれちょっとどんなユースケースがあるのかなっていうのを見てみたいなと思います。でたまたまオラクルが多かったんでこれちょっと取り上げようかなと思ったんですけど、はい、ですみません、英語なんでちょっとブラウザで訳しますね。はい、で、サプライチェーンのものなんですけど、一つあれですね、さっきデータさんが話があった話なんですけど、貿易の方で、実はもともとオラクルブロックチェーンプラットフォーム使ってるって聞いてたんですけど、最近なんかアリババも使ってるんですかね、続いてる、東南アジア系ですね、で、貿易の情報プラットフォームやってる、スマートカーゴっていう会社さんがいらっしゃって、で彼らがですね、GSBN っていうような、グローバルシッピングビジネスネットワークっていうのを作っています。で、当時もですね、2、3年前ぐらいですかね、7カ国ぐらい、7社ぐらいから、もうちょっとかな、いろいろ入っていって、主に香港だったり、中国のコンテナとか台湾だったり、まあ、そういう方々が入られて、コンソーシアム作っているような形です。で結構これ最近でもですね、動いてるということで、ちょっとここにニュース、これが8月のニュースとかもあるんですけど、8月のニュースとかもあるんですけど、見えますか、大丈夫ですか。はい、新しく香港のまたどっかとしてですね、新しいネットワークとこう連携してるみたいなこともあって、徐々に徐々にこのネットワークをつなげてるようなことをすでにやっています。なので実際こういうのもですね、グローバルまたいだ形で、進んでいるのかなというふうに思います。
で、この、ここにですね、テスラを使った以前のパイロットってことで、テスラともなんか、プライロットやったっていうことに載ってて、これも今年の4月ぐらいですかね、にやっていて、この GSBN というのはさっき入った7カ国内のコンソーシアムで作っているものですね。で、ごめんなさい、さっき言った会社さんですね、が入っていて、まあ、テスラと一緒にですね、出荷の、あの貿易の出荷に関して、実際 POC をやった、実際トランザクション流したみたいなんですけど、まあ、徐々に増えているところがあるのかなというふうに思います。で、もう一つなんですけど、これはですね、サーキュラーっていう会社さんで、これも多分前回お話ししたことがあるのかなと思うんですけど、バッテリーのコバルトですね、のトレーサビリティということで、ブロックチェーントラック、ですね、あのトレーサビリティをやってました。で、実はですね、前回のハイパーレッチャーグローバルフォーラム2019年だと思うんですけど、例えばこれを発表されたときに CO2 のトラッキングやりますよってことを実は話されていて、で CO2 のトラッキングということをここで、まあ、トレーサビリティやってるっていうことが発表されています。で、ちょっとこれはそうですね、白を映しながら見ていきたいと思うんですけど、もともとやったきっかけっていうのは、やっぱりトレーサビリティ、コバルトのトレーサビリティということで、多分皆さんサプライチェーンでご存知だと思うんですけど、あの紛争鉱物法対応ということですよね。で、紛争鉱物対応でコバルトがどこに行ったかっていうのをこうトレーサビリティするのと同時に、実際それを生産工程、まあ、リサイクル工程っていうのをこうトレーサビリティすることによって CO2 も取れますよっていうような話なんだと思います。で、実際これがですね、2019年の、これハイパーレッチャーのホームページですかね、ちょうどやってるよって発表されたときに、ダイムラーさんともやりますよみたいな、サーキュラーがやりますよって話されていて、で最近だとボルボさんと、ボルボさんの電気自動車の子会社さんですかね、がポレスターっていう会社を作ったんですけど、まあ、そこでもですね、このサーキュラー使うっていうことも話されています。で、でごめんなさい、ちょっとタイトルがおかしいですね。ちょっとタイトルおかしいんですけど、この話っていうのはサーキュラーですね、この前の、2021年ですかね、ハイパーレッチャーのグローバルフォーラムの方でもお話しされていて、すみません、僕も気づくの遅かったんで動画全部見切れてないんですけど、動画が出てるので、もしご興味のある方いらっしゃったらぜひ見ていただければよろしいのかなと思います。で戻ってくるんですけど、まあ、結構なんかサプラ、あ、これですね。これが今話させていただいたサーキュラーの、話で、資料はないんですけど、さっきの動画が出ているので、もし、ハイパーレチャーファブリック使った、CO2 のトラッキングですね、みたいなのが、話されているので、もしご興味あれば、見ていただければよろしいのかなと思います。サプライチェーンのところでくると、やっぱりなんか最近そういう、こう、サプライチェーントレーサビリティもそうなんですけど、ESG に関連したものっていうのが増えてきたかなってやっぱり思っていて、CO2 のトラッキングだったりとか、さっきのコバルトもドットフランク法みたいなものって、やっぱりレギュレーションが厳しいっていうことですよね。で、コバルトのバッテリーになると、ヨーロッパのバッテリー規制みたいなのもあって、バッテリー規制のトラッキング取りましょうみたいなもの。あるいはこれさっきの今月かな、先々週ぐらい発表してるんですけど、高分子のプラスチック系の再生のトレーサビリティ取りましょうみたいな話。まあ、こういうところのトレーサビリティ使えるんじゃないかという話がされていて、サプライチェーンの単なるその情報共有とか業務効率化という観点から ESG 対応で、どちらかというと ESG 対応しない と、企業として生き残れないみたいなところ、そういうユースケースが結構増えてきたかなと思っていて、日本のお客様からも、こういう話、こういうテーマに関連したお話っていうのを多く伺っているっていうのが最近のトレンドかなと思います。で、まあ、ここですね、ハイパーレッチャーのファブリックのですね、カテゴリーで、これ IBM さんの方が書かれてるんですけど、これもちょっと訳すと、やっぱり同じようなことやっぱり書いていて、ESG に使える、まあ、COVID-19 とか ESG に使えるんじゃないかということで、まあ、地球環境みたいなものも含めてですね、出てきたりとか、廃棄物の削減とか、今話したサーキュラーエコノミーっぽい話、あとソーシャルの話ですね。で、再生可能エネルギーを使ったりとか、CO2 を使ったりとか、まあ、こういった観点が出てくるのかなというふうに。で、最近のトピックっていうのはやっぱりなんかこういう観点っていうのがやっぱり何ていうのかな、ブロックチェーンっていうのは企業間の取り組みって考えると一つ面白いテーマだし、今後期待したいところではあるかなというふうに思っています。まあ、最後ちょっとポンチ絵描いてるんですけど、本当すごいポンチ絵で恐縮なんですけど、まあ、企業間でしたらですね、CO2 だったりとか、まあ、どうやって作ったかっていうものですね。これをこうブロックチェーンで共有化して、それを証明しないといけないところに対してきちんと証明する。で、もしくはここで取引を行うっていう観点もあると思います。
で、まあ、これって CO2 の排出量だけではなくて品質改善みたいなのもあるでしょうし、電気だったりとか、まあ、減産証明みたいなの展開できると思うので、まあ、ESG 対応という観点でブロックチェーンを使うとか、脱炭素に向かって企業間でみんなで取り組まないといけないところにブロックチェーンを取り組む、まあ、そういうことをできるっていうのが面白いところですし、またそれをですね、プラットフォームとしてビジネスとしてできるっていう新しい観点もあるかなと思っています。まあ、そういう観点が最近少し面白いし、ちょっと興味があるというか、そういうトピックでご紹介を差し上げました。ありがとうございます。私も今年のハイパーレッジャーグローバルフォーラム2021参加したんですけども、なんかセッションの、僕のイメージですよ、セッションのなんか3分の1ぐらいがなんかこう ESG 関連だったなっていう、そんなイメージがあります。なので本当こう ESG 関連の取り組みっていうのがこう非常にホットだなっていうことはなんか本当にすごく感じますね。ありがとうございます。ええ、なんか SDGs みたいな CSR みたいな取り組みだけじゃなくて、本当に企業としてこれやらないといけないっていう危機感から取り組んでる方が急激に増えてきたかなっていうのが最近の感じです。そういう観点で話を伺いますね。そうですよね。まあね、その企業として本当にこう世の中からこうプレッシャーを受けるわけじゃないですか、脱炭素っていうのは。でそれに対するこうカウンターとしてこうブロックチェーンのこうね、その価値っていうのがこう見出されつつあるっていうのはなんかこうすごく感じるところがあります。まあ脱炭素だけじゃないですね、他のそのゴミだとかその他ものもの、その環境に関するものだとかっていうのは本当にブロックチェーンがこう活躍できる分野なんだなというふうにはね、なんかこう、ハイパーレッジャーグローバルフォーラムを拝見してすごく思った、私もすごい思ったところです。それでですね、おそらくこういった分野で多くのユースケースを実際にこう有しているであろう日本 IBM の平山さんに少しお話しいただきたいんですけども、昨今でね、リアルのユースケースの状況をぜひお願いできますでしょうか。はい、そうですね、大橋さんの方から IBM のブログを紹介されてしまったので話そうと思ってた内容なんですけども、今一番IBM 自身で言うと、ちょっとじゃあせっかくなので1枚プラほとんどまあ喋ってしまってるのであれなんですけども、すごいシンプルに言うと、IBM 側が今すごい力を入れているのは、直近はもともとはブロックチェーンでトークンなり通貨なりバリュエーションなりっていうところから実はスタートしているんですけども、これですかね。ちょっと1枚追加しましたけども。今は、主にインダストリーカットのソリューションですね、に、徐々にシフトしているというのが現状です。例えば、フードトラストって、まあ、有名ですけども、食の連鎖の、食ロスですよね、食ロスを防止するものだったり、トレードレンズですね。ということで、何が言いたいかというと、もともとはバリエーションっていう、いわゆるその通貨ベースにしてたものが、どちらかというと台帳ですね、ブロックチェーンの機能の中の台帳管理ですね。こちらを重視したアプローチのアプリケーションというのがどんどん増えてきていて、まあ、それを SaaS 化するという流れが実はどんどん起きているというところですね。で、これがまあ2年ぐらい前のまあ情報があれなんですけども、やっぱりこの1年、2年で大きく変わったのは、やはりCOVID-19 の影響で、グローバルから効率が上がっているという部分と、プラス脱炭素の件もそうですけども、いわゆる規制関係ですね。グローバルからそういう規制が、定められているとか、そういう形で、まあ、実装するというようなところが大きく追い風になっていて、ビジネス的にも、まあ、増えているというところですね。まあ、こういったソリューションが、まあ、今非常に増えてきている。あとエネルギー関係ですね。で最近だと、IBM、まあ、IBM 自身でいうと、やっぱ得意なところは結構大規模なお客様、プロジェクトを組んで、まあ、共同検証するというのが非常に多くて、まあ、そういうアナウンサーなんかを発表させていただいてますし、まあ、そのあたりが大きなトレンドになっているかなと思います。はい、ありがとうございます。ですね、時間がね、あっという間になんか経ってしまって、あと、まあ、5分ぐらいでこう終えなければいけないんですけども、で、まあ、これだけやっぱりその、ブロックチェーンっていうのは、世の中で使われ始めてきた。で、実際にこう、リアルに使われてるんですよっていう、多分今そういう状況になっているんですよね。ところが、まだ日本で、これから、今までのところすごくたくさんブロックチェーンのシステムが導入されてるだとか、ハイパーレッジャーのユースケースがめちゃめちゃこうたくさん出ている、それからそれが有名になっている
っていう、そういう状態ではないと思うんです。で、これから、じゃあ、その、もっとより多くの、システムに、そのブロックチェーンが使われていく、ハイパーレッジャーの、ソフトウェアを使われていくためには、まあ、どんな課題があるのかとか、そのあたりをちょっと皆さんなりの感覚でちょっと伺いたいなと思うんですけども、何か、ありますか？ブロックチェーンのね、ブロックチェーン導入しようとすると、これが問題なんだとか、これがちょっと難しさとしてあるんだみたいな、っていうのは何か。私からちょっと逆説的な話かもしれないですけど、だいぶ減ったと思うんですけど、やっぱりまだブロックチェーンで全てが解決するとか、はい、ブロックチェーンにこだわりすぎてる方って結構いらっしゃる。なるほど。いて、必ずしもそのブロックチェーンじゃなくてもいいよねっていうところにブロックチェーン使って、たりとか、はい、ブロックチェーンじゃないとダメっていう取り組みってまだあるんですよね、はい、そこら辺は少しもったいないかなってちょっと思ってるとこは、現実的に多分今日聞いてる方々も先駆者の方って そんなことないだろうとやっぱ思ってると思うんですけど、そのノウハウをもうちょっとこう日本の技術者あるいはビジネスの方に展開した方がいいんだろうなってちょっと思ってます。なるほど。なんかね、こう僕なんかちょっと思うところって、そのブロックチェーンって、さっきのね、その NTT データさんの事例なんかもそうだと思うんですけど、ブロックチェーンのなんか仕組みを導入しようとすると、えらい大変なわけですよね。NTT データさんは、なんかものすごいコンソーシアムを作って、ね、トレードワールズって、こう、実現したわけじゃないですか。で、本当にそのブロックチェーンを実現しようとする、ブロックチェーンで何かこうね、システムをこれ作ろうとすると、それこそこれまでのビジネスのやり方を変えなければいけないとか、まあ、部署一つなくなっちゃうとか、なんかね、それこそなんかそれぐらいのこうね、インパクトを持ってしまうと。そうすると、なんかこう日本の企業ってこう大きなこう変化を結構求めないところがあって、そういうものが、実はハードルになっちゃうんじゃないかなって、なんとなくこう、思うところではあるんですけども、皆さんなんかそういうことってこう感じますか？ブロックチェーンを導入すると、なんか今までこうね、粛々とやってたものをガーッと変えて、で、なんか新しいものを作んなきゃいけないから、それがなんかこう、大変で、結局ブロックチェーンってこう、導入されなくなるみたいな。そんな気がちょっとするんですけども、皆さんちょっと感想を伺えるといいなと。じゃあ、私からですね、そうですね、結構やっぱりまだイノベーションのジレンマっていうんですかね、今もうあるシステムを変えたくないみたいな、そういうやっぱり抵抗は非常にあるのかなっていうのが一つと、それから意外と例えば政府の上の人の方の方も、ブロックチェーンって電力をすごい使うんですよねみたいな、そういう誤解があったり、あとはその何でもかんでもブロックチェーンにしなきゃいけないみたいな、逆にそういうふうに思ってる人もいて、そうじゃないと思ってまして、さっき、今日、デジタルプラットフォーマー説明したように、結構そのハイブリッドで、ブロックチェーンと、それから従来型の RDB を組み合わせて使ってるんですね。で、そこで、ブロックチェーンに書くべき情報、書かないべき情報みたいなのを区別しながら、例えば個人情報はブロックチェーンに書かないとかですね、そうやって、うまく使い分けをしていると。それから、あとは、SaaS とか PaaS って話ありましたけども、やはりその SaaS みたいにして非常に使いやすくしてですね、まあ今いろんな事業者の方が簡単に使えるっていうふうなこう工夫をしています。そうやっていろいろなんていうんですかね、使いやすく、アレルギーをなくすっていう努力をしています。 だいぶ今年ぐらいになってその辺が変わってきたなっていう感じがあって、いろんな方がですね、興味持っていただけるようになったというふうに思っております。はい、ありがとうございます。私の方からは、まあ、ブロックチェーン業界、まあ、5、6年いるんですけども、かなり技術的には安定してきてる。まあ、当初、やっぱりすごくエマージングで、なかなか動かすことも自体も大変だったり、エンジニアが確保できないので、比較的安定、普通のオープンソースのミドルウェアに近いレベルまで安定してきたなというのはあります。ただ一方で、いわゆる単発の、まあ、ケースを組んで、システムを作る。まあ、いわゆる POC なり MVP レベルであれば、まあ、非常にある程度うまくいくっていうところが分かってるんですけども、やっぱりそれを連携させなきゃいけないんですね。既存システムだとか、いろんな対抗と。その時に、やっぱりブロックチェーンで基本消えないんじゃないですか。消えないので、消えないデータをどう変えていくのかだとか、稼働させた後に仕様変更するために、過去の台帳と今の台帳をどう変わるのか、そういう部分は、はい、より複雑に組み込んでいくといろいろ課題も出てきていて、
まあ、そこはまだまだハードルがちょっと高いところは正直あるかなと思いますけども、このあたりはやっぱりノウハウですね、いろんなノウハウを踏まえていくと、まあ、解決していく、けるんではないかというふうにちょっと考えています。そうですよね。で、まあね、今、まあ、ノウハウって話ありましたけども、まあね、本当にこう、まあ、ブロックチェーンを導入する、それからブロックチェーンのシステムを運用するっていう、まあ、ノウハウの共有って本当にこうまだまだ、ね、なされていないというのがおそらく今の現状なのかなと思うんですけども、まあ、そういった意味でやっぱりこう日本の日本の国内で日本語でやっぱりそういった情報の流通って非常に重要だということもあって、まあね、この夏、ね、私たちこの今、ね、パネリストの3名の皆さん、いずれもその、まあ、日本ジャパンチャプター、ハイパーレッジャージャパンチャプターの、リーダーとして活動してくださってるわけなんですけども、まあ、そういう場所を作ったというのが、まあ、今のね、その私たちの、まあ、現状なのかなというふうに思います。でね、おそらく、これから、この、じゃまあ、リーダーがいて、それから、いろんな情報を集めて、ジャパンチャプターってこう盛り上げていきたいなというふうに思うんですけども、そういったところに、今日ね、集まってくださってる皆さん、ぜひ、関わってくださって、で、まあ、おそらくね、こう、運用の知見、それから、実際にこう導入していくための知見、そういったものをこう求めている、方が多いんじゃないかなと思うんですけども、何かこう質問があったりしたら、そういうね、そのチャプターにこう集まっていただいて、ロケットチャットで、その、まあ、意見交換をしたりだとか、質問をしたりだとか、っていうことを、ぜひ、皆さんにこうしていただいて、ね、こう、日本のコミュニティ、いわゆるユーザーコミュニティみたいなものを、こう、しっかり作っていきたいな、というふうに、思います。で、すでにね、時間はちょっとオーバーしてしまっていますので、これで、このパネルディスカッションはね、終了させていただきたいなというふうに思うんですけれども、ぜひですね、ちょっと質問をいただいているものにちょっとお答えできていないのが非常にこう残念なんですけども、これに関しては、後ほど、しっかりと、ハイパーレッジャーミートアップの中で、ミートアップのページの中で、回答するようにいたしますので、ぜひ、ご確認いただければな、というふうに思います。はい。それではですね、本当にこう短い、パネルになってしまいましたけども、パネリストの皆さん、本日は、ありがとうございました。ぜひ、拍手を、聞こえないですけれども、ご自身のところで拍手をしていただければなと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。はい。以上で、本日の、ハイパーレッジャーミート東京ミートアップ、これで、お開きとさせていただきたいと思います。で、今後もですね、ハイパーレッジャーミートアップ、開催していく予定で、次回は10月に、開催する予定です。で、今回は、いわゆるそのビジネス色の強い、セッションにさせていただいたんですけども、次回はより技術的な内容で、ちょっとね、技術に深い内容でエンジニア向けの、ハイパーレジャーミートアップというものを開催する予定です。10月に開催しますし、また案内を皆さんに回しますので、ぜひ皆さんご参加いただければなというふうに思います。はい。それでは改めまして本日ご参加いただきました皆様本当にありがとうございました。で、それから参加いただいた本日ね登壇いただいた皆様も本当にありがとうございました。ぜひね登壇いただいた、西澤さん、清水さん、それから、大橋さん、平山さん、それから宮沢さんに、ぜひ拍手を送っていただければなと思います。ありがとうございました。ございます。ありがとうございました。ありがとうございました。それではですね、また次回ハイパーレッジャーミートアップご参加いただければなと思います。それでは本日はありがとうございました。失礼します。